そういえば昨日あれですよね、宮久保コーヒーさんに来ました。あ、そうです、はい、来ました。あれ、一パンでも置いてる銀河コーヒーさんのコーヒーを宮久保コーヒーさんでも出してるんだ。はい、そうおっしゃってたので、はいはい、あ、じゃあ、 コーヒーが美味しいのは間違いないな、はい、うんうん、いつか行ってみたいなって思ってたんですけど、ようやくようやく行きましたね。ようやくちょっとね、うん、歩いて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 、なんか住宅街の中で Google マップを頼りに行ったけども、全く最初分からなかったよね、場所が。ちょっと迷っちゃって、うん、で風が強かったんでね、はいはい、ちょっとカーテンというか、ちょっと閉めていて、うんうん、風が入っちゃうんでね、はいはい、まあ、それもあってうろうろしてたんですけど、うんうん、いやすごいなんか落ち着くおしゃれな、うん、ウッディだね。ウッディなッで、うん、すごくカフェとしては、うん、ワンちゃんも連れてきて OK っていう感じだね。素敵な空間でしたね、うん、お客様もね多かったというか、うんうんうん、ご近所さんなのかな、うんうんうん、ね、なんかワンちゃん連れて、うん、チワワがね気持ちよさそうに寝てたよね確かに飼い主さんの膝の上でつってそんな感じでしたね、うん、うん、あ、犬も落ち着いてるなーなんて思いながら、うん、幸せそうでしたね、うん、コーヒーと、私はちょっと結構寒くて、うん、なんか甘いのが欲しいなと思って、うん、ココアと、はいはい、うん、ハートのマシュマロがいっぱい入ってて可愛かったです、ね、2月3月だっけだったかな、なんか限定ならしいですね、はいはい、うん、あとはとかハーブ園も行きましたね。そうだそうだ、はいはい、なんかちょっとこうスパイスとハーブと、うん、まあ、今興味があってやってるので、なんかこうハーブ園とかないかななんて調べたら、うんうんうん、まあ市川でハーブ園ってご存知の方はもう結構ね知ってる方も多いかもしれないですけど、うんうん、まあ、マグネットカフェさん、はあ、そうだそうだ、はい、っていう名前のカフェさんで、厨房もしっかりとね、お客様から見える形で作られてて、うん、ね、ケーキ作ってる、あれは何でしょうね、お菓子屋さん兼カフェって感じなんですかね、うん、うん、なんかオーナーパティシエさんの写真がホームページに載ってましたね。載ってましたね、はい、で結構梅農家さんの梅とコラボして商品があったりと、うんうん、ちょっと梅のね商品は食べれてなかったんですけど、はい、多分そこで摘んだハーブの、うん、ハーブティーって言うんですかね、うん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 、オリジナルハーブティー、またこれもホットしましたね、うん、落ち着きましたですね、はい、でちょっとケーキとか生菓子とか結構すごい種類作っていて、うん、わー頑張られてるなと思ったんですけど、ちょっとなんかこうスパイスとかハーブ系のケーキはなかったので、はいはい、クッキーかな、うんうん、にスパイスが入ってたのでそれをちょっと食べたりして、はい、あとハーブ見たりとか、はいはい、ここもまたお客様結構ね入られて、ほぼ満席でしたよね。雰囲気が良くて、あと、はい、結構長い感じでしたっけね。うん、1988年からって書いてあったから、うん、すごく30年以上だよね。はい、うん、老舗ですね、うん、老舗という雰囲気もないぐらい綺麗な店内で、うんうんうん、はい、あ、ハーブですか、パンに行かせるとか、あ、そうですね、フレッシュハーブ、あれからもいろいろ調べて、正直はそのハーブ園行って何かやっぱひらめきが、パンにこれ行かせるわっていう感じではないんですけど、うんうん、そのクッキーとか食べた時に小麦がやっぱ強くて、はいはい、ハーブ戦っちゃうんだなっていうのはちょっと感じたんですよ。これ一つ参考に、なんか試作もしてたよね。そうですね、うん、スパイスとパン使って、なんか結構やっぱハーブをしっかり効かせないと、うん、小麦が混ざっちゃったりぼやけちゃったりするのかなと思ってて、はい、うんうんうん、結構その味と香りが強い、うん、ラベンダーとローズマリーはすごいこうしっかりと、うん、あ、はいはいはい、感じられて、はい、あ、ハーブが入ったパン、あ、クッキーなんだなっていうのは分かったんですけど、あ、そのマグネットカフェさんのマグネットカフェさんの、はいはい、で自分もパンとかだともっと小麦の香りとか、うん、小麦量が上がったりするんで、うん、なんだろう、ドライってやっぱ香りが落ちたりするんですよね。ドライのハーブとかスパイス、ドライハーブとかドライスパイス、おー、なるほどね、はい、ほうほう、そのうん、どっちかっていうとやっぱフレッシュの方が香り高いし、はいはいはい、強烈。フレッシュっていうのは生の、生ですね、うん、フレッシュ、例えばバジルとか、はいはいはい、もうバーンってくる感じ、おー、なるほど、 あそこまで行ってなんかちょっと小麦
に勝つみたいなとこあるんですけど、じゃあドライパセリ、あ、うん、ドライバジルとかを、うん、じゃあ軽くこうね練り込んだって、はいはい、多分なかなかふわーんみたいな感じなんですよね。なるほど、あまり変わらないってこと。変わらない。まあでも、うん、ドライはドライで絶対使いようがあったり、うん、工夫でもっと香り出せたりとかはするのかなとは思うんですけれど、特に国産小麦でやっぱ香りが強いから。強いのかなと思いますね。ちょっと外国産小麦で試作してないんで、うん、なんかどう違うのかもわかんないんですが、うん、やっぱそうですね、国産小麦が個性強すぎちゃってるのかもしれない。なるほどね。まあ、でもあの試作は進めているので、うんうん、楽しみにお待ちください。一応なんか軽く1個実は出てるんですよ。軽く1個軽く1種類っていうか、はいはい、スパイスとかハーブとか、うん、元のもバジルフランあのバジルソーセージとか、はいはい、まあ、実はもうすでに、あ、今の一パンの元からあった商品の中でも使ってたりするね。使ってたりするんですよね、はいはい、でも、まあ、あえてさらにちょっと勉強して、うん、先週かから出たのが、うん、全粒粉のカルダモンハチミツとクリームチーズサンドっていうのを今出してるんですね。ほうほうほう、またおしゃれな感じですね。そう、ちょっと今までない路線でやってるんですけども、あと自家製のクリームチーズも今ちょっと作っていて。お、牛から？まあ牛乳からね。牛乳を使ったりとかして、うん、こう自家製のチーズですね、うん、こう使っているんですよ、作ってるんですよ。おで、まあ、あの全粒粉のパンにクリームチーズと、はい、あとカルダモンと蜂蜜の相性が、まあ、いいっていうんでしょうかね。カルダモンってちょっと爽やかなスパイスなんですけど、はい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 、それと蜂蜜の甘さっていうのが、うん、まあ、甘いものと相性がいいんですよね、カルダモンって、うん、カルダモン蜂蜜ですね。カルダモン蜂蜜ね、はいはい、それをくるみにまとって、うん、クリームチーズとくるみを挟んだパン、はいはい、っていう感じで出してます。なるほど。ちょっと贅沢リッチな感じでがっつりくるみ挟んでるので、うん、カルダモンみたいな感じでもないんですよ。そのほんのり香るっていうんでしょうか、ね、はいはいはい。なんでカルダモンってちょっとどんな味か分かんないから怖いわっていう方も多分大丈夫かなと。へえ、なるほど。思うんですけども、はい、くるみ好きな方はぜひおすすめです、はい、それはもう店頭で買えるんですね。そうですね、先週からしれっと出てますね。なるほど、はい。まあ、今後もちょっとずつ増やしていこうかなと、うんうん。まあ、王道の皆さんがよく知るものもあれば、聞いたことあるけどとか、うん、家に瓶あるけどどうやって使っていいか分かんないわみたいなスパイスから、はい、なんかそういうのをうまく使って面白いパンが作れたらなと思ってます。なるほど、はい、ここまで動画を見ていただきありがとうございました。この動画が面白いと思ってくださった方は、グッドボタンと、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではおつパンです。